ばあ、やっと起きた。おはよう。よく眠れた？おはよう、旅人。神団長、その服どうしたんだ？ああ、状況が怪しくなってきたからな。この先何が起きるかわからない。だからいつでも戦えるよう普段の格好に着替えたんだ。せっかくの景色を堪能できないのはもったいないが、どうか理解してくれ。そんなことないよ、これもみんなのためでしょ。雰囲気が変わったな。仕事モードに入ったみたいだ。さすがセピロス騎士団の代理団長。お世辞はよしてくれ。君だって十分優れた人物だ。だから私も君を深く信頼している。その休んでたところ邪魔しちゃってごめんね。さっき隣の島から煙が上がってるのを見て、みんなで確かめに行こうってなったの。きっとドド大魔王だ。どうしよう、なんだかオイラまでドド大魔王がいるんじゃないかって気がしてきた。私もその大魔王が一体何者なのか知りたい。みんな隣の島を調査してみよう。
めなさい。揺らぐことなし。起立先陣。新天道地。
交代だ。こんなとこで居眠りするでない、風邪をひくぞ。それで状況はどうだ。どうして寝てたんだ。あ、安心してくれ、満潮の気配はない。なら、みんながそばにいてく。せえ、天道、ここにあり。裁きを受けよ。
君は遠くから来たって大人たちが言ってた。見た目は将軍みたいだね。将軍、話してくれるかな。取ってきた花をあげるからダメかな。